からへん。でもなんか似たのがカルディにあるって聞いて買ってきた、うん、持ってきた。美味しい。あれでも4キロカロリーなんですよ。え、だからやば。あれでとあのお菓子を抑えられるやったらめっちゃダイエット効果があるみたいな。え、無理無理、お菓子も食べちゃうよ。お菓子のお供やんだって。でもめっちゃ甘くないですか。うん、めっちゃ甘い。めっちゃ甘いの4キロカロリーってすごくないですか。あー、え、でも紅茶で4キロってすごない。結構あるんか分からん、あんまカロリー見たことない。紅茶でカロリーあんま見たことないですよ、うん、それはそう。あ、劇場公演初めて申し込みましたって。え、嬉しい、ありがとうございます。頑張って当てましょう。ん、あれ千秋楽かな。うん、文集力は倍率高いから、うん、落ちてもくじけず別に来てください。うまい。今も、うん、絶対当たるんで、いつかは。うん、ありがとう。いやー、昨日おもろかったな。よかった。うん。まあね、シオンチャレンジやってますからね。はい。今何、はじきの企画とかかな、やってんの。うん。なんか、ロイユースみたいなやつやね。結構ある。結局ね、うん、深夜は1時間押したんですよ。うん。うん、その後のコーナーも、うん、人生ゲームしてたもんな、だって、うん、めっちゃ押して、うん、どうなってんのやろって今心配になってて、うん、なんかなくなったりしてないのコーナー。なんかその後の体力テストとシーシーのコーナーを半分ずつにするみたいな話は聞いたんですけど、うんうんうん、結局そっからどうなってるかわからんから、うん、安定にちゃんとやってるのかな。そこがちょっと気になりながらも、うん、YouTube は朝から開かれへんかったこんなんなってきたから、うん、重たい体を、うん、あれ、もう朝早かった。もう朝、いや、マジすごい、一睡もしてないってすごい。24時間の YNN さんの時って、うんうん、意外と寝れたりしません？うん、なんかあれやもんなって、優しいから、うん、スケジュールをなんか寝るちゃんと出へん時間も作ってくれてるもんな。私一回司会やったことあるんですけど、うんうん、司会もちゃんと寝れる時間作ってるんですよ、うん、そうやんな。そうだから一人で24時間やられて本当にやばいと思う。すごいよな、ほんまに。でも YNN とかさ、うん、そういうスタッフさん側はさ、いや、ほんまにガチ24時間してる。そう、しかもガチ24時間プラス準備時間もあるから、もう昼間とかから準備されてるんですよ。すごい、うん、昼間どころじゃなくて朝ぐらいからも多分買い出しとか行ったりしてくださってるから、うん、セッティングとか、うん、マジすごいですよね。すごい。だからあの深夜のテンションの時はめっちゃ笑ってくれるのかな。みゆきさんぐらいが多分、うん、いやゴールデンタイムとかにやったらパンチ強いけど、うん、もう深夜タイムにやったらもうハイになっちゃうでしょ。私たちがやっとハイになってきた頃に、うん、もうスタッフさんたちはハイハイってハイ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 ってなってます。すごい、もうやばいですね。しおんさんも昨日 YNN やってからなんで、でも朝から買い出し、朝昼間か買い出し行ったって言ってたし、準備してたってな、うん、いや、美味しいメールめっちゃ美味しかったですね。面白かったです。美味しくはないわ全然美味しくない。私も頭回ってない、どうしよう。こうやってくから間違いない。髪の毛ブレブレや、もう。でも昨日帰って1時間で寝ました。めっちゃ早くない？お風呂も入って歯磨きも1回して早く寝ました。今日初めてチームM も入ります。え、嬉しい。初めて。いや嬉しいね。最後にねちゃんと耳焼きつけてください。うん、で気になった推しメンの公演にぜひ行ってください。気になってる人いるか、いるな。じゃあぜひビーツ来てください。M、うん、も待ってます。はい、クマ来た。うん、ツルさんいつもありがとうございます。
マコトとバドミントンしてるわ。負けるやろ絶対。絶対負けるやろ。なんか6期生までかヒヨンチャレンジで後輩と戦ってるの。うん、だから7期と8期と9期が戦ってるんだよね。頭動いてない2人です、うん、何話そうも考えれへんくて、うん、ぼーっとしてた。でも変にね、喋ろう喋ろうと思ったら、なんか今ネタバラシしたらあかんこといっぱいあるから、新公演とか変に歌っちゃうじゃないですか、うん、確かに今の時期って。あれあれよな、うん、新曲撮った MV 次の日とか次の日に配信したらもう絶対歌う、うんうん、もうえ紅茶って2回普通1回やねんけど、私でも2回しちゃう人です。やっぱりなんかもったいないって思って、そうもったいないし、意外と2回目の方が薄くて美味しい、ちょうどいいのか、うん、1回目ってちょっと濃かったり、うん、あ、だれはいいんですけど、満足杯じゃないですか、うん、今日自分にとって最後の紅茶、嬉しい。そうだな、ほんまに今までありがとう。うん、いいですね。なんでこれ短かったですね。うん、まあでも2年行く、うん、行かないぐらい、なんか それこそ、うん、他のメンバー、うん、まあ彼もそうか、結構一緒やったりするから、今までのチームも、うん、だからなんかレイさんはあっという間やったなって一応思っちゃう、うん、うん、今までありがとう、ありがとうございます。うわ、もうだってゆいなと合わんくなるもんな。合うでしょ、ほぼ合わんくなるやん。だって小島としおりんでも、うん、しおりんとかチーム違うかった時全く合わんかったし、小島もほぼ合わんから、うん、もう合わへんやん、じゃあ合う合う。M またぐよ。あ、そっか、言ってたもんな、うん、よろしく。もう 90% もポジションも決まりました。うん、早っ。すごい、待ってるわ。なんか B2 をね、うん、アンダーに入る、もう B2 のアンダーも決めようと思って、うん、昨日決めたんですよ、うん、ある程度回せるように、うん、でも私がもうアンダーするんじゃなくて、うん、なんか先輩からまた入れからあかんなと思って、やっぱり先輩が少ないからね、うんうん、旧期生と一緒にまたぎまくろうか。待ってるわ。フレッシュでいけるやろ。そう、フレッシュに頑張れ。でもフレッシュ、フレッシュ、フレッシュって吸気性またがないからです。吸気怖いわな。無理やな。無理だ。あと、もう不毛できない。あ、不毛フルですよ。死ぬわ。私も無理。吐けるわ、多分。多分、私も吐ける。吐けます。一応、微妙なまで頑張るやん。いやでもイントロ始まった瞬間にいけんだよ。ジチチチチョンチョン。だらら、ちょ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 、マジね、うん、確かに確かに間違いないわ。まあでもユイナの似合う曲あんまないですよ。うん、ね、なんかガラッと変わるかもね、うん、今の M とはちゃんとなんか変わり映えするかも、うん、似合いますよ、うん、あ、似合うやろ、うん、え、あ、B2 似合いますよ。そうやん、ね、割とどこでもなんかあの馴染めるから、うん、似合います。ぜひぜひ。確かに B2、 B2 やと思ってたもん、いいだもん。まさか M だなんて誰も思ってなかった。いや、それは私もでもごめんなさい、 B2 だと思ってました。そうやんな、はい、レイさん来たとレイさん B2 M やみたいな。また M 行くの。そう、やばいよね。でなりましたよ。だって M、うん、M
になるなんて思ってなかったからな、今回も今も、うん、私も思ってなかった、うん、え、M、あ、B2?、うん、そうやんな。でもなんかメンバー見たらあ B2 やなって、うん、確かになる。おもろいですね人生本当に、うん、本当におもろい、うん、あれ歌わないと人生は長いんだ。あ、ほんまや。こういう時歌うのがね一番しみるんですよね。まあね、準備順調って呼ばれてますけど、私たちまだ1曲もやってません実は。え、あ、そうなんや。まあでもいいだろう、まだ始まったばっかだから。実はね、あの新公演またカツカツです。まあこれが NNB ってやつなんですけど、うん、私たち多分初日1週間遅いじゃないですか、うん、多分だからちゃんとリハーサルも1週間遅くって始まってるんですよ。え、めっちゃおもろいやん。めっちゃおもろいやん。なんかそれってなんかちょっと早めの準備期間が伸びるんかなとか思ってたけど、うんうん、ちゃんと1週間遅れて始まるから意味わからん。いやいやいや、いいいいいいみたいな。えらいな。そうだからね、全然まだね始まってないっす。年ビューはブレを、うん、ブレへんの、うん、ブレないっすね。実はね、何回リハしてると0回ですから。はい、まだ0回ですね。おもろいです。 ありがとうございます。この間ベルトの冷蔵庫にあったやつ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、私の方か。ありがとうございます。ほら、まだリハしてないの。そうですよ、びっくりやんな。私もびっくりしてる。私もびっくりしてる。でもあの1回目何曲やったとか言っていいの？うん、3曲リハしてましたね、うん、フルで振り入れしてもらって、うん、あのめっちゃ巻いた。ほんまに3時間ぐらいで終わったんちゃうかな。それがすごいわ。私絶対巻かないもん。まあでもなんか複雑な曲多いのが、なんか複雑すぎてもうやばい。歌詞も覚えられ、歌詞な、あ、歌詞、歌詞っていいって思うんですけど、ちゃんと一文字一文字が入ってこないんですよ。わかる。なニュアンスは入ってくんねんけど、だからさ、なんか何々がなんか、そう、何々にとかわーとか助詞がね全然入ってこないんですよ。でもそれ間違えたら結構でかいんですよね。そうそう、次の言葉が思いつかないから、うんうんうん、そこ間違えると、いやー本当にもうやばいですね。まあでもそんなこんなで新公演頑張っていくんで、皆さん、うん、こんな短期間で頑張ってんなって思いながら見てください。待ってます。待ってます。いやー歌詞覚え弱い、めっちゃ弱い。もうセトリ決まった瞬間から毎日聴いてる、うん、私、うん、無理すぎて、うん、マジ1年前から準備しないと。ほんまにほんまに覚えられへん。進行楽しみにしてて。でもね、エヴもあとちょっとだから、うん、今のエヴをかみしめてください、うん、でも楽しみ、めっちゃ、うん、久しぶりに全公演またぎたいなって。そうなんや。あ、セットリーを見てってこと？うん、なんかメンツも見て。あー、確かにそれぞれのなんか面白さあるもん、うん、なんか今までって意外と、うん、それこそ B2 は研究生がやってたり、うん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 、またぐ選択肢が、うん、最初はまず少なかったじゃないですか、うん、研究生公演あんままたげないし、そうやな、だから B2 はまずまたげない、で N しかなかったから、うん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 、もうなんかまたがで赤っても分かってたから、うん、偉い。でも今またがなくてもいいけど、うん、選択肢2個あるから、か、まあ、3個あるか、うん、休憩も入れるって。なんかそうやったら意外と面白いなって、意外とまたぎたいって思う。休憩も出れんの？出ようと思えば出れるらしいですよ。ゆうみさん自由も出れるらしいです。オーディションすれば。オーディション嫌いやもん。いいな、私も嫌い。裏ルート使わないと。裏ルート、どういう裏ルートやろ。どういう裏ルートかな。どうやろう。そうそう、よし、ハイレイク行きましょうか、うん、皆さん千秋楽ラストですかね。はい、今日ラスト、うん、ぜひ見てください。
13位ひとしさん、13位まいろさん、ありがとうございます。ありがとうございます。12位ふじ、12位大きな M さん、ありがとうございます。11位サムさん、11位雄大さん、ありがとうございます。10位ノースフライトさん、10位佐藤くん、ありがとうございます。9位シーフウルさん、お9位キミカちゃん、ありがとうございます。8位ケイタン、8位トップティーのオショー、ありがとうございます。6位ちゃんは7位アディビジャーさん、7位56さん、ありがとうございます。6位ジロー、6位サトシ、ありがとうございます。5位元気くん、5位たくま、ありがとうございます。4位ルートくん、4位吉村哲也さん、ありがとうございます。3位アサマック、3位ふっちゃん、ありがとうございます。2位ゆう、2位つるさん、ありがとうございます。そして1位はガンズン、1位しまっちさん、ありがとうございます。ありがとうございました。1位ガンズンおめでとう。よし、くまもありがとうございました。公演頑張るぞ、頑張るぞ、ラストではないけど、はい、ラストです。先週石町さん通常公演か、石町さんタワーありがとうございます。ありがとうございます。そしては行ってきます。バイバーイ。ありがとう。